はいどうも皆さんこんにちは、ショーエイ TV です。どうも、走るおじゃなです。めいちゃんの塚田です。はいとです。このお三方と対決をしようと思います。僕はピッチャーなんで、3人はバッターとしてやってもらいます。で一応1人3打席として、1本でもヒット打ったら、勝つということで、勝つ、はい、で3打席全部、抑えたら、僕に勝つという対決をしたいと思います。それでは行きましょう。はい、キャッチャーワイドボックスを待ってます。お願いします。やられたね、今。ナイスボール。ナイスピッチャー。いいボールだ。はい、できんだ、できんだ。どっち？
ナイスピッチャー。サード、いける、いける、いける。あー、情けない割り方した。はい、ということでお三方と、対決をしまして、結果的に3打数1安打1三振で、カイト君が3打数1安打1三振1勝で、なんと司君がなんと3打数0安打0安打2三振2三振そしてフェアゾーンに飛ばず飛ばずということで、もう手の中で完全にもう料理された感じでした、ね、遊んでましたね、最後の方はね、じゃあの浦川県出身ということで、同じあの埼玉県のね、あの高校で、そう対決で、狭山経済が一応勝ったということで、浦川君に、はい、ということで、今回対決はこんな結果に終わりました。そうですね、自分たちのチャンネルだとこういったリアルな対戦、そうだね、野球をね、実践的な野球がね、うん、ある意味新鮮であったので、はい、でやっぱ、まあ全力でやってるじゃないですか。全力で、まあ、その中でちょっと1本打ちたっていうのが、ああ悔しいです ね, すごいね、悔しいですね、あんまかったっすね。すごい、これはもう遊ばれましたねもう右に左に下にもう当てることさえ困難な状態で、ちょっとあのカメラ1回こう見た時はなんかタイミング変えたろうってこうやって、なるほど、2人の見たっけよみたいな、なるほど、高めのまっすぐ打ってくれて、いやそうちょっとあってなってなんかインコースのストレートが来るかなと思ってたんですけど、それでもなんかわってなって、ああ、完全にやられました。今回はこの3人と、対決しました。もし、この動画が面白いと思ったらグッドボタンお願いします。はい、ということで本日の動画は以上になります。チャンネル登録、ツイッターのフォローお願いします。それではありがとうございました。